どうも皆さんこんにちはチャックバスです。えー、本日はですね、えー、マイナポイント開始直前、申し込みは急いでやる必要なしということで、本日はね、とうとう7月になりますね。皆さんマイナンバーカードの、ね、マイキー ID の発行はされましたでしょうかね。えー、まだという方はですね、えー、今すぐ、ねえー、マイナンバーカード、えー、マイキー ID ね発行はいたしましょう。 私の動画でね、まあ2本ほど出させていただいておりますけども、まあこちら見ていただければね、発行時代はね、まあ難しくはないかなと思いますんで、そちら見て参考にしていただければなというふうに思います。本日の動画で,ですね、とうとう始まるマイナポイントの決済サービスと 急いでやる必要ないっていうね理由を話していきたいなと思うのと今までねちょっと触れてこなかったんですけどもまたねやはり来たかっていう感じでこのマイナポイントに乗じてね各社キャンペーンね開始しておりますのでこの点もね一緒に解説していきたいと思います。 思いますでまずね、お子様分のマイナポイントはどうなのか、もらえるのかっていう話なんですけども、まあ、こちらなんですけども、まあ、結論としてはね、もらえます。で、マイナポイントの、ね、公式サイトの方に Q&A がね、記載されておりまして、子どものマイナポイントの予約申請はどうすればいいのかっていうね、Q&A がありまして、こちらね、ちょっと読み上げさせていただきますけども、15歳未満の未成年の方の予約申し込みについては、法廷代理人が行うことができます。15歳以上の 成年の方の方予約申し込みについてはやむを得ない場合には、えー、本人の代わりに、ね、法廷代理人が手続きを行うことができますが特段の理由がなければ本人にて、えー、手続きを行ってください、えー、やむを得ず、えー、法廷代理人が行う場合も、えー、原則として、えー、本人同席のもと手続きを行ってください っていう,ふうに記載されておりますまたね子どものマイナポイントは誰の決済サービスを申し込めばいいのかっていう問いについては規約上本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要がありますが定年のマイナポイントについては法廷代理人の名義のキャッシュレス決済サービスを ポイント付与対象として申し込みすることができますただし、えー、この場合同じキャッシュレス決済ね複数人の、えー、マイナポイントを合算して付与することはできないため、えー、法定代理人に名義の異なるキャッシュレス決済を、えー、選択する必要がありますっていうふうに記載がされております、まあ、これね要約するとまぁどういうことかというとマイナポイント自体の申請予約申請については15歳未満のね未成年の方についてはまあ法定代理人ということで親御さん はね申請することができますで申請自体はできるんですけどもキャッシュレス決済っていうのはね今回ね申し込む形というふうになるんですけどもこちらはですねまあ、仮に私が一つの A 会社を選んだとした場合子ども等々のね このキャッシュレスス決済サービのの会社は分けるる必要があるっていう感じなんですよねこの点はね、覚えておいていただきたいなというふうに思います。まあ結論として、予約申請も、お子様ね、予約申請もできますし、決済サービスは変わるにしても、ポイント自体はね、もらえるっていうふうになります。ということなんで、もしね、仮に4人家族の家庭の場合はですね、今回の上限は5000円分っていうふうになっておりますんで、まあ4人家族であれば、合計してね、2万円分がね、 もらえるキャンンペーンといいいいいううにににななりまますすで是非、ね、積極的に狙ってたただき思マイナポイントの決済サービスの申し込み開始が、まあ、7月1日からというふうになってるんですけどもまだね時間帯っていうのは発表されてなくてですね、まあ、一応午前中じゃないかっていうふうには思っているんですけども申し込み自体はね7月1日から始まるっていうふうに発表されておりますで、えー、もう今現在ねこのマイナポイントに乗じて キャンンペーンを開始しててている、ね、会社がもう出てきておりますこれねちょっと後で解説するんですけども今の時点でまだ数社ということで7月1日以降本格的にねこちら申し込みが始まるわけなんですけどもこちらねどんどん発表されていくんではないのかなっていうふうに思っておりますので急いでね決算サービスをね選ぶっていうのはねしなくていいかなっていうふうに思っております。というのもこのね一度決めた決済サービスはですね 変更できない仕様になっているようで、この今回のこのマイナポイント自体は上限はあるんですけども、この上限に入るには、マイナンバーカードでね、マイキー ID さえ、ね、発行まで行っておけば、まあ、先着にね、入ることができますので、まあ、これからね、キャンペーン、今数社っていう感じなんですけども、これからね、まだ増えていくと思いますので、ある程度ね、出てから自分のね、利用しやすいところでね、申し込むようにしてください。で、今ね、現時点でやっている キャンペーンの、ね、会社なんですけども今現時点でやってんるのはファミペイメルカリラインペイワオンっていう風になっておりまして、まあ、これね一つずつ解説していきたいなと思うんですけどもまずねファミペイなんですけどもファミリーパートのペイサービスですねこちら知ってる方はまあ少ないかもしれないですけどファミペイっていうね決済サービスがありますこちらをマイナポイントはねファミペイで申し込みすると500円分がねもらえるっていう感じになっておりましてこちらは先着 えー、10万名、えー、9月30日までにっていう風になっております、えー、次にメルペイですね、えー、マイナポイントにメルペイで申し込みと本人確認完了でルカリの購入で最大1000円分がもらえるっていうキャンペーンになっております、えー、次に LINE ペイですね LINE、えー、ペイの場合はマイナポイントを LINE ペイ申し込みでクーポンがね15枚1月5枚を3ヶ月に渡ってもらえるっていう風になっておりまして、えー、期間は、えー、8月25日までの申し込みっていう風になっております おりますえー、この点についてはですね、VisaLINEPay、えー、クレジットカードを、ねまあ、保有されている方だったら、まあ、ある程度分かっていると思うんですけども、クーポンはね、ある程度毎月もらってると思うんですけども、こちら3ヶ月で5枚っていうのはね、付与されるわけなんですけども、多分ね、これね、もらっても使い切れないぐらいのクーポンになると思いますんで、この LINEPay っていうのはね、ちょっとね、お勧めしづらいかなっていう感じなんですね、えー、次に、えー、ですね。 えー、ワオンの場合は、えー、マイナポイントに、えー、電子マネーワオンでね、申し込みで、えー、マイナポイントの5000分にプラスして、えー、2000分のね、ワオンがもらえるっていうキャンペーンが出ております。えー、今ね、えー、申し上げたファミペイ、メルカリ、ラインペイ、ワオン、えー、こちらはね、今出ているキャンペーンという風になっておりまして、今のところ、えー、付与率として一番いいのはね、ワオンかなっていう風になってるんですけども、これもね、先ほど言いました通り、これからね、まだまだ増えていく可能性がありますので、 今すぐね7月1日になったからといって急いでね申し込みするのではなくてある程度ねキャンペーンの会社、まあ、出払ってから利用するようにしてくださいね。ご自身の生活 経済圏っていうんですかね、利用する先でね、あの利用できればも,うもちろんいいんですけども、まあ、そうじゃないところにねわざわざ急いで申し込むっていうのもね、えー、もったいないので、まあ、この点はね、えー、忘れずにしていただいてキャンペーン出払ってからね申し込みをするようにしていただければなっていうふうに 思いますで最後になんですけども、えー、今までの動画でですね、えー、JAL マイル ANA マイルを貯める観点から言うと、まあ、どれがおすすめかっていうのをね結構お話しさせていただいてたんですけども東急クラブ級クレジットカードありますよね、えー、あちらだと、えー、東急ポイントっていうふうに、えー、付与されるっていうふうにね動画で解説させていただいてたんですけども、えー、東急ポイントはですね正直今のところ情報が浅くてですね一応、えー、東急クラブ級 ク,クレジットカードの場合発行元は、ね、三井住友カードっていう風になっておりましてこのマイナポイントに、ね、登録した場合どっちに転ぶか、ね、正直分からないんですよね確定はできないですよねあの付与されるポイントが等級ポイントで付与されるのか三井住友カードが、ね、発行している観点から V ポイントで付与される可能性も、ね、もちろんありますんでまだ、ね、一概には、ね、言えない部分ではあるんですよね。 というのを踏まえるとですね今回のねこのマイナポイントの還元で ANA マイル JAL マイルを貯めるっていう意味で安定的におすすめできるのはですねエポスカードが一番いいかなっていうふうに 思います。というのもエポスポイントはですね ANA マイルにも JAL マイルにも交換することができますので仮にね東急クラブ級カードが東急ポイントで付与ではなくてですね V ポイントで付与だった場合エポスカードはですねおすすめっていうふうになると思いますいかがだったでしょうか今回はアイナポイント開始直前お申し込みは急いでやる必要なしっていう感じでね解説させていただきましたけどもキャンペーンがね続々と来ておりますのでひとまず すべてのねキャンペーン出払ってから申し込みをしていただいてご自身がね使いやすいところでね利用してみていただければなっていうふうに思います。またねチャージで付与されるのか決算で付与されるのかまあ、この点もね注意していただいてチャージでポイントがもらえる会社ま a y p a y とかで言うとチャージでもポイントがもらえますし購入でもねポイントがねもらえるんですよね。 でですんで、まあ、これもねどちらを選択するかっていうのは まあご自身に、ね、あのよってまあ利用方法は違うと思いますのでどっちを選択するかっていうところだけ、ね、注意していただいて利用してみていただけたらなっていうふうに思いますえ今回の動画は、ね、こんな感じで終わりたいと思いますこの動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです、えー、私のチャンネルではですねこういった ANA マイル JAL マイルお得情報クレジットカードマリオットボンボイホテルのことなんかね中心に発信していただいて ておりますんで、えー、まだねチャンネル登録してない方はぜひねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです、えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ